こんにちは、のぶです。1010日目、左足、逆足でのアウトサイド、リフティング連続10回挑戦ということで、今日はですね、やっていきたいと思います。では早速ですね、やっていきたいと思うんですけれども、まあ、昨日の動画見て少し思ったのは、やっぱりなんか体幹というか、なんか体がこう、結構なんかブレブレっていうかね、というのと、やっぱりあとミートする面が本当になんかバラバラ、地面と本当平行で、こう本当に平行で地面とボールがあって、平行で足をこうやればボールが上に真上に上がるんですけど、まあ、角度がちょっとこう違かったりしちゃうので、それでね、足が、ボールがボーンってボーンってあっち行ったりこっち行ったりとかしちゃうので、その辺をちょっと注意しながらやっていきたいと思います。それではやっていきたいと思います。じゃあ今から5分間ですね、ちょっと時間の方をセットします。よし、じゃあ行きましゅって朝からちょっと変ですね。しゃ、じゃあ行きましょう。よいしょ。
もう気持ちいい。まあ今日は一番気持ちいい感じでできたので、この今のできてる景色を33回。よし、いいよ。いいですね。33回。その調子です。なんで？ということで、時間ですね。よし。まあ今日は全体、まあ最高で33回。まあいいイメージを持ってやっていけたらやっぱりいけたので、そうですね。あとちょっとやっぱりミスするときは打点が高かったり、自分の体の、まあ、前の方というか前の方ぐらいでやっちゃってる感じが、足が伸びちゃうんですよね。できれば、まあ、真横あたりで やること、そうすれば、まあ、続くのかななんて思いました。なんかちょっと気づきというか、今まで前、自分の本当の体の前ぐらいでやっやってたのかなとか、だからあんまりできなかったのかななんて今なって考えてみたら思いました。そうですね。ということで、まだまだこれから挑戦していきたいと思いますので、まだまだ頑張っていきたいと思います。では、まあきっと100回いけると自分は思うので、まあくじけないで、一日一日、毎日ちょっとずつでもいいから頑張っていきたいと思います。それでは、まあ僕も一日悔いのないような日を過ごしたいと思いますし、まあお互いに良い日にしていきましょう。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。